加西1順八加西1八から1919 19年12月31日は日本の実業家。太平洋セメントの前身の小野田セメント創業者。長州藩士有田神兵衛の三男に生まれ、後に加西秀之進の養子となる。藩校メリン館に学ぶが、1851年成績上位者が藩主、毛利高地下に抗議する御前校に選ばれながら、 価格の低さゆえに外されたことを機に退学し、以後は独学で学んだ。1858年より、藩に出資し1868年までに、軍部業、オクラ元役所本締役などを歴任した。1873年より、山口県官業局長などを務めたが、長州藩の州保米金の使い道をめぐって、木戸高義と対立した。身分に分け隔てなく、 用いようとした火災に対して、木戸は地族向けと平民向けに分割しようとした。翌1874年に木戸案の通り、山口県環境局は、地族のための樹産局と平民のための共同会社に分けられたことで、火災は山口県を辞して、自力で植産事業に取り組んだ。火災は1875年頃から、地族樹産として、セメントに注目した。 大倉省土木料建築局が東京府清澄町に雪面特製造所を設立し、工部省深川製作料出張所に移管され、宇都宮三郎が1875年5月に初めてセメントの生産に成功している。1879年、火災は東京の工部省製作棟、平岡道義と工部棟、井上薫へ出力処分によって、 生活の糧を失った氏族を救済する工場の必要性や国産セメント会社の必要性を解き、官営セメント工場で実習生を研修させることに成功する。そして内務省に収産金拝借願いを提出し、6万1600円の申し出に対して2万5000円の借り入れが認められ、出録処分で支給された金属交際を担保に資金調達して賄うなど、 右与曲折を経て1881年に、旧士族38名による国内初の民間セメント製造会社、セメント製造会社を設立した。加西は1901年11月まで社長として経営に携わった。ありがとうございます。